博多弁番付博多弁は、地区方言の築前方言に属する方言の一つ。もともとは、福岡市博多部を中心とする日本語の方言のことを博多弁と称していたが、現在では、福岡市内全域は、もちろん、福岡地方の築地,地域、糸島地域、か谷地域南部などで一般的に使われる言葉を総称している。 福岡県全域で博多弁が使われていると誤解されることもあるが、福岡県の方言は大きく、非区方言に属する地域と法日方言に属する地域に分かれる。また、非区方言も区前方言と区後方言とに分かれ、区後方言では言い回しやアクセントなどが博多弁と大きく異なる。土言、ちゃん、と、や県を使うことが挙げられる。メディア等で、 博多弁の代表として、たびたび表現される、両化、等の形容詞化、語尾や、協調の、倍、体は、福岡地方の若者世代では、廃れている。体に当たる言い回しは特に若者の間では、ちゃんという言い回しで表現されることが多い。また、筑後方言や熊本方言が、無アクセントに分類され、長崎方言が二形式アクセントであるのに対し、 博多弁の5アクセントは東京式アクセントの編集である。福岡弁ともに5アクセントは東京式アクセントの編集であり、平板型を書いている。一方、文レベルではこれが崩れることがある。上一段活用、下一段活用、作業変革活用同士の命令形の活用語尾は、標準語ではドとなるのに対して、博多弁ではレとなる。 5段活用化していると言える。上1段活用、下1段活用の動詞の未然型を5段活用の未然型と同様に活用する。家業変革活用動詞に、私益の助動詞、セルを付けるとき受け身、尊敬、自発、可能の、れる、なれるを、博多弁では、ルー、ダルーと言い、下2段活用する。笑われるよ、笑わる、バイ動詞、助動詞の終止形。 連体型で、るが超音に変化することがある。終止形の語尾が、うである五段活用動詞の連用形で、他にう音便を使う。しかし、若い人の間では、標準語の影響で、かの代わりに、イを使うことが多い各助詞接続助詞修助詞、ばい、たい、ちゃん、とってなどは、あまり強く発音されない。ありがとうございます。